です。またですね、ちょっとネットで気になるレシピを見つけまして、今日はそれを作ってみたいなと思うんですけれども、で、何かと言いますと、カルボナーラ丼ってやつなんですけど、いやーもう響きからしていいでしょう。まあカルボナーラなんでチーズと卵とベーコン乗っけた丼なんですけど、1個の分量がご飯 180g に温泉卵1個にベーコン 15g、 まあそんな感じで、まああとなんだっけな、粉チーズ小さじ1杯とかね、まあなんかそんな感じのレシピだったんですよ。で、まあご飯 180g だと小さいな、やはりね、という感じなので、今日はですね20倍サイズで作りたいと思います。ちょうどですね、ご飯1升が 3.6 キロぐらいなので、なので温泉卵も20個作ります。ちょっとね、温泉卵をね20個いっぺんに作ったことはないので、本当にできるのかっていう実験的なところもちょっとあります。はい、いつものことですけど、暴力的に卵を使うレシピでございます。それでは作っていきたいと思います。見てね。はーい、できましたー。ほっちー、重たい卵ゾーン、これがベーコンと玉ねぎのゾーンです。オリーブオイルがいっぱい、チーズもふんだんです。めっちゃ具材シンプル。どんな味なんだろう、楽しみ。温泉卵20個、まあ、なんかちょっと作ってる最中の絵を見ると若干ね、半熟卵ぐらいのやつとかもちらほらあったんですけど、大体上手にできましたね。ただやっぱりなんかムラがありますね。やっぱね、大量に作るのはね、ちょっとあんまり温泉卵はおすすめされないのはこういうことなんだろうという感じでした。はい、だってちょっとね、ベーコンだけだと物足りないかなと思ったので、玉ねぎがあったから玉ねぎを炒めてのけてます。はい、すごいね、めちゃくちゃオリーブオイルのいい香りがしてます。それでは早速食べてみたいと思います。いただきます。これまずね、卵を割らにゃいけんのんですけど、ちょっとせっかくなので割るとこいっちゃいましょう。卵タイムでございます。おお、こってこて。いただきます。おお、めっちゃカルボナーラ。やばい、え、めっちゃカルボナーラ、めっちゃカルボナーラ、なにこれ、すごっ、抜群です。カルボナーラ好きだったらもうみんな絶対好きでしょっていう味してる。
でもやっぱりこのチーズの風味とオリーブオイルの風味は絶対必要ですね。あとやっぱベーコン、卵、いや何一つかけてはいけないっていう感じがする。なんだこれ。もうね、これはね、卵かけご飯の新形態みたいな感じですよ。うまっ。結構チーズとベーコンにね、塩気があるからね、味気ないっていうこともないですね。玉ねぎのね、香ばしさでね、コクが増してる感じします。だから追加した玉ねぎもね、いい仕事してます。これ本家のレシピだと、このベーコンすらレンジでチンなんですよ。玉ねぎ入れないから炒めないんですけど、私は今回玉ねぎを入れたから一緒にね、炒めたんですけど、レンジでベーコンチンをしてね、ご飯にチーズと温玉とベーコンとオリーブオイルとかけたらね、あと胡椒かな、かけたら本当にカルボナーラ、本当にめっちゃカルボナーラ。やっぱあとエクストラバージョンオリーブオイルの香りがね、それっぽさをより出してる気がする。めっちゃ幸せ。ちょっと胡椒とか追加しちゃうよ。いい。胡椒が時間差で。じゃん、おろしニンニクです、ね、今回のカルボナーラ丼にはね、ニンニクレシピにいなかったので、ちょっと足したらどうかなと思って。いただきます。ニンニクうまい。ジャンクフード感増す。なんかこう鉄板焼きナポリタン屋さんとかで出てきそうなカルボナーラの味。ニンニクはベーコンをねレンチンするときに入れてもいいかもしれないですね。さっきのどれくらいだろうね、ほんのちょびっとでいいと思うんだけど、ベーコン一緒にレンチンした後のベーコンに混ぜてもいいかもね。最後いただきます。完食です。ごちそうさまでした。はい、カルボ丼20倍サイズ、ご飯1升、温泉卵20個完食しました。予想のはるか上を行くほどの結構ちゃんとしたカルボナーラっぽさがあった。なんですかね、チーズとオリーブオイルの香りがやっぱオリーブオイルエクストラバージンをかけるからいいんでしょうね。このもう本当にミニマムの具材構成、玉ねぎはちょっと余計だったかもしれないんですけど、ベーコン、粉チーズ、オリーブオイル、温泉卵、これがもうねカルボナーラっぽくするためのすごいもうミニマムの構成要素だなって思いました。私はね結構胡椒好きなので、胡椒もねいっぱいかかってるカルボが好きなんですけど、はい、いやもうめっちゃ大満足でした。これ多分普通にパスタにかけたらカルボナーラになるんじゃないぐらいの感じです。
いや、分からんけど、今適当だけど、うん、ちょっとうどんにかけたりとかもしてみたいですね。ちょっといろいろね、このアレンジの幅がまだまだありそうだなっていうところでね、はい、カルボナーラ風の何かを作りたいときにね、このレシピをまたちょっと思い出して使ってみようかなっていうふうに、はい、思いました。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はカルボナーラ風丼、はい、お米一升でいただきました。はい、今回はですね、スタンダードに超デカ盛り丼ぶりだったんですけど、カルボナーラって本当にいいもんですよね。いいよね、卵料理本当に大好きなので、すごい頻度でやると思います、尽きない限りなんかこの卵料理やってよみたいのがあったら、ぜひぜひそういうのもリクエストしてもらえたら嬉しいなと思います。トロリンチョのね、アップの動画とかはインスタグラムにもあげますので、ぜひそこだけリピートしたい方はインスタグラムも見てもらえたら嬉しいです。はい、ツイッターはね、日々の出来事とかをつぶやいたりとかしてるので、そっちでもね、なんかリクエストとかあれば、ぜひぜひ送ってもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。